やー皆さんこちらですね、はい、コバンザメというサメですね。これコバンのようになる、コバンのようなやつです。これはコバンザメですね。ちっちゃい、相当ヌルヌルしますよ。これこれ昨日エリアン、エリアンよこれ。本当だ、ヒットヒートるやばいっすね。やっぱコバンザメもいるってことは大きいサメもいるだろうっていう。今いやこれを大きいサメと思ってあのサムネ顔します。さあ本日匂いはどうなってんのかなんですね。やるやん。やるやん。もういい匂いではないですけど、ただあの生命という名のあの素晴らしい匂いを放ってるなっていう感じですね。あの生きてることを実感させてくれる匂いですね。なるほどね。はい、昨日ですねあの吉田さんたちがイラブチャーをついたんですよ、うん、そのイラブチャーについてたみたいですね、うん、じゃあ配置見てみますか。後ろがめっちゃ気になって仕方ないですよ。あ車開いてるんですよ、ドア。後ろ。ノーセコムなんですよ。あのノーセコム。ノーセコムで過ごせる島なんですよ、こちら。平和ですね。はい。すごい、いっぱいある。え、めっちゃんこ、チャリあるやん。あすげえ、いいな。あ、面白いですね。自転車来ないと。前回来た時、こういうのなかったんじゃないかなっていう。さあ、バンバン。ますね。空気入ってる？超パンパン。パンパン？おはい。よかったよかった。これだったら安心して貸し出していきますね。うん、稼げますねって言ってた。安心して稼げますねって。いいアンベーってやつですね。いいアンベーっすね。こっち来て絶賛いいアンベーだ。いいことだらけじゃないですか。うん、快適ですね。沖縄の方もいいアンベーは快適とか、うん、そういうことですね。はい、じゃあですね、久高島の皆さんこちら一色浜、一色バマ、バマってなんだね。一色バマに来てます。これどういうところかっていうと、はい、あのニライカネ、まあ沖縄でいうなんていうんですかね、天国みたいなところから、こちらに壺が流れてきたんですよ。で、ここの地元の人がそれを開けると、うん、中にたくさんの種が入ってて、うん、で、それを撒いたら、まあ、いろんなものが生えて、まあ五穀、まあいろいろ育っていって、うん、それが琉球全土に広がったって言うんですけど、なんで笑ってんの？だからなんで笑ってんの、バンバン。まあ、なんで笑ってんの？説明上手と思いました。うん、安心しました。バンバンが説明したらどんな感じですか？海に、うん、壺がわーって流れてきたんですよ。うん、で、海に壺が流れてきた、はい、海から壺がわーって流れてきて、久高島の人が、うん、あ、なんだばみたいな、うん。これなんか何入ってるのかなって、興味本位でパッて開けた瞬間、うん、はっ、種やしみたいな、うん。これ植えたら絶対でかい木生えるだろうって植えたのが、うん、この久高島って言われてます。まあ、いろんな島でそれが全土に広がったよっていう伝説の土地なんですよ。神聖な場所なんですよこちら、うん、だからね、どんなところかなってやっぱ見たい、うん、見たいじゃないですか。行きますか、ちょっと見てみますか。見てみましょう。ちょっと神聖なところなんでね、ここはあれですよね、ちょっと失礼なしに行きたいですね。失礼、そうだね。お願いします。お願いします。うわー、綺麗。いや、自然が広がってる感じですね。あ、うん、砂浜ですよ。前はもう砂浜、もう海ですね。そうだね。はい、ここも新鮮な場所ですね。こっちもですか。これ新鮮な場所ですか。セーフアウト木に向いてますね。あ、これここ、はい、セーフアウト木もこっち向いてるんですよ。こっちもあっちに向いてるんですよ、うん、セーフアウト木っていうのは沖縄のパワースポットみたいな。そうそうそう、ですね、うん、世界遺産ですよね。世界遺産。すげえ。セーフアウト、セーフアウト系。お互い向き合ってるんだこれ。すげえところにいる。だ王様がこっちに渡れないときはセーフアウト系からこっちに向かってお祈りをして、うん。あ、そうなんですか。そうそう、でこっちからあっちに向かってお祈りして。せーのでお祈りするんだろうじゃ。で島の完全あれじゃないですか。もう昔のアマチュア無線じゃないですか。で今もう台風の影響でこれ砂かぶって見えないんですけど、今本当はこういうのが敷かれてるんですよ。あ、サンゴの。そうそうそう。セーフアウト系にもこれが敷かれてて。これ敷くことによって邪悪なものを取り除くじゃないけど、場を清めるっていう効果があるらしいです。この砂利みたいなやつには。みたいな感じですね。そうなんですね。で、こういうところにたまに線香を焚いてやる人がいるんですけど、うん、島の人たちは火つけないです。そのままもう線香だけ置くだけ。そうそう、置くだけ。へー。火ついてるの見たら、これ多分島の人じゃない人たちがやったんだなっていうのが分かるんですよ。うん、島の神道は火つけないです。そのまま置くだけ。あ、置くだけなんですね。うん、安全祈願を祈りましたね、僕は、うん、ここが、壺が流れてきた海か。綺麗ですね。あ、綺麗だ。いや、すごいな、この砂浜。カメとかも産卵してますね。カメも産卵してる。へぇ、カメ産卵場所でもあるんだ、すごい。
写真。あ、やっぱでもすごいね、これ台風の影響で多分これ全部枯れてますね。いや、そうですね、このなんか岩の成り立ちがいいですね。なんか本当になんかこう神の島的な感じしますね。不思議な感じ。島に立ってるところこっち側は浅いんですよ。はい、だから島の人たちは追い込み漁やったり、学校行事とかでも追い込み漁やったりしますね、この海岸。あ、こちらですか。学校行事であるんですね。学校行事で、はい、すげえやったりしますね。山、海星って書いてあるんじゃないですか。どういうこと、なんで山なの。海はあるけど山がないなと思って。ああ、なるほど。山作りました。山、俺隣に川って書こうかな。山と海はあるけど川はないって。タベールに来てます。この方言で言うと、はい、タベアンっていう場所なんですけど、ここはどういう土地かというと、神様が降りた土地って言われてるんですよ。天海京っていう神様がいるんですけど、天海京はこっちに 上陸もしくはまあ降臨したと言われてて、この 天海京があの葉っぱですね、熊の葉って言うんですけど、あれに乗ったっていう説があるんですよ、うん、あれに乗って現れたっていう、あれに舞い降りただ、あれに舞い降りたっていう感じですね。多分ターミネーターずっと一緒ですよ。バチバチバチってポンポンで、でもこの年ではもうあの葉っぱは結構神聖なものとして扱われてるんですね、うん、さあここは久高の最北端、最南端、一番東側、一番東側で、それプラス昔沖縄県っていうのは太陽を崇めてたんですよ、うん、だから首里城から見えるところ、まあ、太陽が昇るところ、それが久高島の方面だったんで、だから久高島は神の島って言われてるっていう説もあるんですね、うん、この天海京以外に。いろんな諸説があるんですけど、まずじゃあどんなところかっていうのですね、はい、見てみましょうか。超綺麗ですね。うわー、これは美味しくますわ。うわ、魚超釣れそう。パワーだけもらいに行きますか。神様さん、パワー欲しいです。あれよりも、こっちか。昨日 GT 釣った場所がこの島かな。島から、もしかして左側行ったところですかね。でももうちょいあっち側行ったところ、ここら辺かな。ここら辺で多分釣ったと思われます。あっちがつけん島ですね。あ、つけん島、見える、わいら。いや、つけん島、あんな近いの。あ、小学校も見える、小中見える、すげえ。俺なんか、おばあの家がギリギリ見えるんじゃないかな。つけん出身なんですね。あ、そうですね、親がつけん出身です。最後ですね、またこのなんかちょっと砂浜っぽいところもいいですね、こうやってね、うん、こう砂があってね、なんか寝転がれそうだ。ベストキットとかこの辺で練習してそうじゃないですか、これ。そうそう、夕日浴びてね、夕日浴びてこっちでなんか空手の練習とかしたら最高じゃないですか、もう。肩と頭にお茶のせてから。そうそう、お茶のせて、お前これ絶対こぼすなよって、こぼすなよっつって。久高島でこうやって観光もできるっていうのは、うん、今回の撮影最高ですね。最高ですよ。我々結構まあおからハイさん、オカルト的なものないじゃないですか。ないないない、うん、だからここで一つオカルト的な話をしたいんですけど、久高島っていうところ、まあ、こちらなんですけど、はい、宇宙人いたんじゃね説があるんですよ、まあ、どういう話かっていうと、昔この政府が発行してる書物で、うん、久高島の、まあ、住民の生活みたいな話が載ってて、でその時に久高島にはこの住民と一種がいると。人間以外に、人間以外、普通動物は動物、豚とかやるじゃないですか、一種って書いてあるんですよ、うん、で、この一種は何かっていうと、この特徴が書かれてたんですね、うん、その一種は頭が大きくて、うん、手足が細い、うん、これ何かって言ったら、グレー型ですよ。宇宙人、宇宙人で、その宇宙人と思わしきものとこの住民が一緒に生活してたっていうのが記録に残ってるんですよ、うん、だから久高島の神様はもしかして宇宙人じゃないか、もしくはもう宇宙人と何かこのやり取りがあった場所じゃないかっていうふうに言われてるんですね、うん、不思議な場所ですね。はい、だから本当にここは本当に神聖でね、うん、こういう土地に我々足をつけれるっていうのは本当に光栄ですね、うん、はい。今の話分かった、うん、絶対聞いてなかっただろ、まあまあ絶対聞いてなかったな今の話。
なんか3363の話を聞いて、うん、あの世界には男の人も女の人もたくさんいるんですけど、うん、人それぞれ考え違うんだなって思いました。合ってる合ってる。どこの何を聞いてそう思ったのかなって。ママやばいんですよ、今どこかって言ったら、あの今どこかって言ったら、いやご飯は食べましたよとか、そういう話するんですよ。ママキャッチボールできないな。できないんですよ。キャッチボールしようって言ったらバット持ってるからこいつ。そんなレベルだよ。俺打ち返すぞって。多分こういう人がね、多分あの結構近所であると思うんですよ。すごいよ、バンバン。でもめっちゃつけんじま近いんですよ、こっちっていう。あれつけんなんですか。つけんじまある、あ、自学校なんですよ、茶色いところが。いいとこっすね。あー、いいとこもいるぞ。